まずはじめに前丈の石突きを落として小房に分けておいてください。続いてごぼうです。ごぼうはよく洗ってこのように太いところは4つ割りないしは6つ割りにします。そしてこのように包丁の柄の近くでやると比較的やりやすいので、ごぼうを回しながらささがきにしていきます。ここが今日のポイントです。他の食材よりもごぼうはとても硬いので、このようにささがきにすることでしんなりとした食感が出ますので、頑張ってささがきにしていきましょう。ごぼうのささがきができたらさっとお水で洗ってざるにあげておいてください。鮭の表面の水気を軽く拭いて焼いていきます。フライパンにサラダ油を熱して皮目から焼いていきましょう。少しこのように周りに白くなってきたら、空いたスペースを使ってごぼうのささがきを炒めていきます。1センチ弱ぐらい白くなってきたら裏返していきます。裏返してごぼうがしんなりしてきたら舞茸も加えて火を通していきます。ここで軽く舞茸にも火を通してください。しんなりまでしなくても大丈夫です。軽く舞茸にも火が通ってきたら、ここで調味料です。塩、砂糖、酢を加えて煮詰めていきます。火を中火にして、ここでしっかりと鮭ときのこ類にも火を通していきましょう。この汁気がなくなるまで炒めていってください。汁気がなくなったら火を止めて、しばらく 2、3 分そのままにしておくと鮭の中までしっかりと火が通ります。それではこのように魚とごぼうときのこを盛り合わせたら、仕上げにかいわれ大根を添えて、そして黒こしょうを振ってお召し上がりください。ごぼうとまいたけの香りが豊かな甘酢ソースが旬の鮭の美味しさを引き立てます。フライパン一つで作れるので、ぜひ作ってみてください。